歴史的なモカシン現代のモカシンモカシンは靴のスタイルの一種。歴史的にはアメリカの先住民が履いていた一枚岩で作られたスリッポン形式の靴のことを指した。古来の原型は一枚岩で足を包むように形成されたものだった。後に U 字型の甲側を縫合するタイプなども作られたため、現在ではこれらも含めてのモカシンという総称になっている。 現在では主に現代人の履いている革靴の一種のことを指す。スリッポン形式で側部と底部が一枚側で作られ、U 字型の甲側がモカシン縫いで包合されているのが特徴。1900年頃にワイオミングの諸称二族インディアンが作ったビーズ飾りのモカシン、モカシンの子はアメリカインディアン諸語の中でもアルゴンキン語族の一つ、ポーハタン語のマカシンに由来する。 先住民やヨーロッパからの入植者たちが履いていた靴でネイティブアメリカンの文化において装飾性が発展していった。後部に装飾性の強い別布が縫い合わされたものもある。硬い靴底がついたものは20世紀初頭になってからと言われる。他の地域で利用された靴でも一枚岩で作られたスリッポン形式の靴は英語でモカシンと呼ばれる。 インディアンモカシンのほか、モカシンと名の付くものには、ノルウイージャンモカシンや、デッキシューズに区分されることもある、デッキモカシン、ローファーの一種とされる、ビットモカシンなどがある。アメリカ合衆国のミネトンカモカシン社は、1946年の創業以来、ハンドメイドのモカシンの販売を続けている。1966年には、イギリスのクラークスが、ワラビーという商品名で、 モカシンタイプで紐があるアンクレブーツを発売した。一般名称でデザートブーツと呼ばれることもある。1994年にはナイキから ACG シリーズとしてエアモックというスニーカーが発売され、21世紀のモカシンとも呼ばれた。靴のつま先の縫い方に関してモカシン縫いという言葉があり、種類としてはスワールモカシンなどがある。ありがとうございます。